カーナシュール、カケンビアレッジョ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。クラブ現役時代は、中盤やリベロの選手として、サンプドリアなどでプレー U-23 代表経験を持つが、フル代表に呼ばれることはなかった。1982年に引退後、指導者としての道を歩み始める。 ファンタジスタ嫌いと言われ、ロベルトバッジョや、アントニオ・カッサーノと不仲であったことも有名である。1993から94シーズンに、ナポリで、パオロ・ディ・カーニオラを養子6位に導くと、当時低迷していたユベントスから、白羽の矢を立てられた。ユベントス1994年、ユベントスの監督に就任すると、前年のバロンド・オラーであったエースのロベルトバッジョが、 怪我で離脱したためジャンルカビアリ、ファブリッツィオ・ラバネリ、当時期待の若手だったアレッサンドロ・デル・ピエロを前線に並べ、高い位置から積極的に、プレスをかける攻撃的な戦術を採用。就任1年目で、ユベントスに旧シーズンぶりのスクデットをもたらした。翌年には、UEFA チャンピオンズリーグを制するなど、その後も指導者人生の中で、あらゆるタイトルを獲得し、 名称としての地位を確固たるものにしていった。インテル1999年、インテルの監督に就任。開幕当初は、クリスティアン・ビエリの活躍で首位に躍り出るも、ロナウドの不傷離脱などもあり、次第に調子を落とす。自身もユベントスでも共に働いたロベルト・バッジョと対立し、結局4位でシーズンを終えた。皮肉なことにパルマとのプレイオフは、 バッジョのドッピエッタにより CL の出場権を獲得した。バッジョがチームを去った翌シーズンは CL 予備予選で敗退、そして開幕戦でレジーナに敗れ、わずか3試合でマッシュももらって会長に解任された。このためインテリスタの評価はかんばしくない。第2次、ユベントス2001年から再びユベントスの監督に就任する。 ジネディーヌ・ジダンを売却しながら、パベル・ネドベドを獲得するなどやりくりしこのシーズン、翌年と2連覇を達成、CL でも決勝に進出したが、PK 戦の末、AC ・ミランに敗れた。翌シーズンは CL ではデポルティ・ボラ・コルーニャに敗れ、リーグ戦は3位に終わりこの年で退任した。イタリア代表ユーロ2004終了後、ジョバンニ・トラパトーニの後を受けイタリア代表監督に、 就任。カテナチオからの脱却を旗印に攻撃的な戦術でチーム作りを推進し、2006年のワールドカップドイツ大会でイタリア代表を24年ぶりの優勝に導き、UEFA チャンピオンズリーグとワールドカップの両方を制した史上初の監督となった。トヨタカップも制しているため、クラブチームとナショナルチームの両方で世界一になったのは、 彼が最初である。大会終了後に、私の役目は終わったとして、代表監督を勇退。また、ユーロ2008予選敗退による責任で解任された、スティーブ・マクラーレンの公認としてイングランド、代表監督候補として上がったが、リッピ本人が英語を話せないため辞退した。結局、イングランド代表監督は、ファビオカ・ペッロが就任した。 第二次イタリア代表2008年6月26日、イタリア代表が、ユーロ2008を準々決勝で敗退したことにより、退任することとなったロベルト・ドナドーニ監督の、後任として、イタリア代表監督に再就任することとなった。ワールドカップドイツ大会以来およそ2年ぶりの、監督復帰となった。2009年のコンフェデレーションズカップでは、エジプト、ブラジルに敗れ、 グループリーグで敗退した。2010年のワールドカップ南アフリカ大会では連覇を目指したが、一勝もできずに一次リーグで敗退した。ワールドカップドイツ大会で優勝したメンバーの多くがベテランの領域に達しており、世代交代に失敗した印象が強いことや当時、不審にあえいでいたユベントス所属のメンバーが、中心の守備陣が批判を浴び、 さらにアンドレア・ピルロや、ジャンルイジ・ジェブフォンの離脱で苦戦を強いられた。公衆悲差し対象2012年5月、パラグアイ代表 FW のルーカス・バリオスを補強するなど、精力的に動く公衆悲差し大は、理承主を解任し、マルチェロ・リッピの監督就任を発表した。契約は2年半である。2013年、AFC チャンピオンズリーグ2013にて、 公衆久差次第をクラブ初のアジア制覇に導いた。中国スーパーリーグ4連覇を達成した2014年11月2日、監督を退任する意向を表明した。同月5日、役職名は変わらないものの実質的な指導の立場から尻きファビオ・カンナバーロがその座を引き継ぐことが発表された。2015年2月26日、2年半在籍した。 公衆被差主第を退任することを発表した。中国代表2016年10月22日、中国代表監督に就任。契約期間は3年間、年俸は世界最高額の1800万ポンド。W 杯アジア最終予選にて、就任時点では4試合勝ち点1で最下位だった。同国は立費就任後宿敵韓国を破るなど3勝2分1敗と、 躍進予選敗退に終わったが、改めて、立ピの名称ぶりを知らしめた。2019年1月24日、立ピが率いる中国代表は、アラブ首長国連邦で開催された AFC、アジアカップの準々決勝で、イランに0の3で敗れた。試合後の記者会見で、契約満了による退任を明言したが、公認のファビオ・カンナバーロが、 同年3月に行われたチャイナカップでの成績不振によって辞任した後、わずか4ヶ月で再び中国代表監督の座に復帰を果たした。2019年11月14日、カタール W 杯アジア2次予選でシリア代表に敗れたことを受けて2度目の辞任を表明した。自身が影響を受けた監督にアリゴサッキとファビオカペッロの名を挙げており、 初期はさっきの相手を圧倒する両翼を駆使した攻撃型のチーム作りに没頭したが、その模倣が現有戦力では完全に至らないことを悟り、徐々にその中にカペッロ的な要素を組み込んだとしている。本人曰く、サッカーで重要なのはバランスとのこと。浜木タバコ愛好家として知られる。2006年、ドイツ W 杯の表彰式では浜木を片手に、 トロフィーにキスをする場面が見られた。国内インターナショナルイタリア共和国功労勲章。ありがとうございます。